痛い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 、いる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 、あのね、崖の山の根元、山の根元にいる、ほら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 、そこって言ってもわかんないか、たけし、そこだよそこ、はは入った、入った入ったよ、ねえたけし、今洞窟じゃない、あれ地面の中にはしごかなんかで降りてく、見ちゃったやべえぞこれは、とオンラインだね、どうする、行く、いやもう行くしかないよね、行かないっていう選択肢はないね早くたけし降りてきて、早く崖の上、ちょっとじゃあ早く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 、今あのね、ちょうどね、ちょうど根元なんだよ、見失わないようにちょっと私今視点をずらさずにまっすぐ進んでますまっすぐ早くちょっといきなり出てきたら私やられるかもしれないんで、ちょっとあの私がちょっと最初に突っ込んで犠牲者になる、足音立てたらまずいですもんね、ここからちょっとしゃがみで慎重にそろりそろりそろり、大丈夫、怖えな、大丈夫、どこだ、穴を埋めた様子はなかったけど、うわーちょっと待てよ、どれだこれか、うわあーいろんなところがへこんでる、うわーどれだ、もうこれ音立てちゃう、どこだろう、わからん、なんか不自然な穴はいっぱいあるんですよ、あと耐久確認するしかないですね、こんな上じゃなかったもんな、この飽きたね、タクシー、足音、足音気をつけて、足音浅いかもしれないし、ちょっと深いかどうか分かんないから、とりあえずちょっと気をつけて細心の注意を払って、どこだ、とりあえずもう叩くしかないもんね、耐久見ましょうか、あ180分の36、これですねよっしゃ行きますか、ちょっと待てよ、ここ主張ブロックはどう、ウッドフレーム持ってる？置いてない。おっ主張ブロックない？おっとちょっとオンラインレイドで主張ブロックなしパターン初めてじゃない？うわマジか。ちょっとだけじゃ、主張ブロック作れる？作ってる今。ああ置きましょう。いやそんなね上に置かない方がいいよ。ちょっと避けた方がいいんじゃない？ちょっとそこにそれが完全な下の穴かどうか分かんないじゃないですか。だからちょっと避けて横に主張ブロック設置して、でそこ避けよう。そこ避けた状態で。うん。どこに置くか吟味してるね。ちょっといいよそこら辺でいいよ。うんとりあえず置いといて。いいいい置いちゃっていいよ。せーの、はい来ました来ましたね。テクさん行きましょうか。もうそれね置いた瞬間にもう敵も分かるから、音とかもね。もう多分今拠点の中で建築できなくなるから、これでよーし、あー来ました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 、ありましたありました、よし行くぞ行くぞ行くぞ、おお竹先行くのね、了解、ちょっと慎重にね気をつけて、あーそういうことね、はいはい、私じゃあ AK ありますんでちょっと援護しますわ、もう最悪撃たれたら、もう竹氏が撃たれたら竹氏越しに撃つわ、撃たれる前にそれしかないもんで、じゃラグ差が問題だよね、多分そんなにラグくないから、たけしが撃たれ、どうドアドアある、え、ちょっと待って、見せてちょっと先進んでもらって、あーそういうことか、金庫か、音聞こえるね、もうあ中いるねオンライン、あ中でうん、チェスト開ける音聞こえる、じわりじわり行くぜたけし、これは主張ブロックこっち置いて、自分の主張ブロックのさ範囲内でさ去年レイドすると、いやブロックも柔らかいですねこれ、4分の1だもんねだってね、うん、まあ通常だと4倍の高度になるから、いいよしこれちょっと待てよ、私たけしさんにちょっと頑張って削ってもらって、ちょっと扉開けて撃ってきたらねやばいもんね、そうだね、私ちょっと後ろで構えてますわ、ちょ警戒してるわ、来るかもしんないもんね開けてね、そうだね、そしたら私も石掘ってたら共倒れだもんね、それちょっとそれは勘弁していこう、うん、じゃあちょっとどうしようかな、一回ちょっとこれ様子見つつ、構えてひたすら、じゃあ私もちょいちょい様子見ながら石掘りますわ、
これは横のコンクリート、ここ行った方がいいね。そうだね、入り口だけだね、塞いだりのスチールで。よしよし、こっちの方が耐久低い。こっち行きましょう。こっち、あ、来るか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 。いやー、3枚目来たー。30だよ、たけし。いや、これ思った以上にだね。うわーい、音しなくなったしね、なんか。うん、ログアウトしたかな。いや、わかんないね。天井行く。いや、天井もこれ、いや、あるあるある、天井も上もあるわ。いや、何十だろうなー。まあでも30ぐらいじゃないですか。ちょっと待って、今リロードする音聞こえた。中でリロードしてるよ。くる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 、リロードして扉を閉めるか開けるかどっちか音聞こえた。やばい、どうしよう。チェスト開けてますね。あ、チェスト開けてる、チェスト開けてる。ブロックいった？4枚目あー、スチール来たか。まさかの4枚目。でもそれ最後じゃない？いや、まだ続くから。いや、まあそれもまっすぐ行った方がいいんだけし。いや、でも開けてくるかも。いや、わかんない。急に音がしなくなってオフラインになったかなと思ったら、急に音がするからオンラインになったりとか。忙しいなこれ。あ、今かまど開けましたね。かまどの音聞こえた。いやー、どうする。もうこれちょっと待って、よく考えたら、たけし、あの、なんか持ってない、ウッドフレームか玉石作れない？玉石枠べなくても作れるでしょ。これ入り口塞いだ方がいいんじゃない？俺、開けたかい？どう？私も引き続き叩いてるから、どう？置けそう？じゃあなんで干し草ロールやねじゃあダメダメダメ、干し草ロールはさすがにダメだわ。弱すぎる、弱すぎる。じゃあウッドフレーム置いて、普通に木材で強化して、そう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 。で、玉石そのまま作れない？玉石、私ね、玉石多少作れると思うんだけど、石あるから。それで強化した方が絶対いいよ。あ、そう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 。さて、めちゃくちゃ音聞こえるね。チェストめちゃくちゃ開け閉めしてるよ。今慌てて荷物まとめてるんじゃないか。だって急いだ方がいいね、これね。そのままいける？玉石どう？いけそう？私も一応作ってますけど、強化してそのまま。うん。あ、そうそうそう。これで、出れなくなりましたね、敵は。そうそう、あ、オーガとかあったら、まあ、簡単に抜かれちゃうかもしれないんですけど、だいぶ大丈夫だね、これで。時間稼ぎはできるよ。うん、もしね、叩かれたら、こっちは修正すればいいもんね。修復すればいい。そう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 。いいじゃない、いいじゃない。レイド中に敵の拠点のエリアに焚き火を設置して水を作るっていう暴挙だよね。喉乾いてしょうがないですもんね。あ、でももう抜けそうですね。ちょっと変わりましょうか。変わって、はい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 。あ、上400で、下も、あ、スチールだね。ここじゃあ上ちょっととりあえず覗いちゃいますよ。撃ってくるかもしれないからね。私撃たれてもこれだったら武器取られないもんね。いやー、中貫通したよ。貫通した、貫通した。お、あらら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 、え、なんだ、自転車3台にバイク1台。お、クランかこれ。え、いない。あら、敵いなさそうで撃ってこないですね。ログアウトしたかこれ。そんな感じだね、多分ね。これでやっと中に、はいはい、あ、そうだ、かまどあるわまだ。ちょっと待てよ。あれ、布団はでも1つですね。そうか、なんだ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 。ちょっと待って、とりあえずかまど壊しましょうか。あー、でもるつぼは入ってないですね。金床とふいごしか入ってないんですわ。うん、金床ふいごでるつぼなし。うん、だからスチール、手前のスチールどうしたんだ。そうだよね、ここスチール強化してるから。あ、奥のかまどか。奥のかまどにはるつぼが入ってるんじゃないですか。よし、そこ期待しましょうか。とりあえずプレイヤーは隠れてるかもしれないですけど、とりあえず入れますね。スタミナガス、オッケー。
ウツボは入ってるかな。とりあえずさ、そっか、先にね、先に、あー不明なプレイヤーログアウトしてるか。あれ、ウツボ入ってないよ。おかしいな。あれ、拾ってきたスチールだけで、あーまあでも作れないこともないか、金庫ドア。あー、ウツボはまだでしたね、ここ。今ちょっと期待したんですけど、あー、そう、あ、違うか。あ、そういうこと。ウツボはかまどから抜いてログアウトした感じ。あー、そういうことか。やられたね。確かにな、チェストもところどころ歯抜けだったんですよ今。あー、まあログアウトはな、持ってかれちゃうもんね、アイテムね。まあオンラインレイドって、まあ確かに挑んでこられたら面白いですけど、打ち合いとか。あー、まあ確かにね。ちょっとこれワンチャンダイナマイト作れるんじゃない。どう、ない、ダイナマイトが作れるだけのあれはないから、とりあえずご飯いただきますとりあえず腹減ってんねん、こっちは。喉乾いてるしどうだ、あー完全に抜かれてますね。あー、だからチェストガチャガチャ開けてたんだ。あー、抜いてる抜いてる。これでダイナマイト、あ、いける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 、多分ダイナマイトいけるよ。作れる、ここで枠辺で、はい、よし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 。とりあえず1個作れました、1個ダイナマイト。あ、いいね。あとは、ダクトテープか。ダクトテープも作れないかな、これで。よし、行くで。結局ダイナマイト5本作れましたからね。よし、いや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 、これね、失礼のないようにね、徹底的に破壊していかないと、やっぱりレイド来たらね。よし、とりあえず扉があったらね、とりあえず開けなくちゃいけないんで、上のはしごの上は金庫ハッチで、左の金庫ドアだね。うん、この2つがとりあえずあるから、ラグ下ってきましたね。爆破する？ちょ、タイミングがちょっと、あれ、まだ大丈夫、たけし、そこ気をつけ。おーおーおーおお、たけし扉出てきた。チェストの裏側に見える、そこのさ奥。なになに、この思わせぶりな展開。ほう、チェストでも、いやー、さっきチェスト開け閉めしてたから隠したのか、チェストで。いや、でも土地主張ブロック置いた後ならチェストも置いたりできないはずなんで、これはもともと最初からあったって考えるのがベストですよね。そうですよね、置けないもんね、だってチェストもね。あー、とりあえずでも気になるからアイテム取るだけ取って、吹っ飛ばしますか。あと200、はい、もうちょいもうちょい、いくぞー。いったけど、なんだこれ、レベル1かレベル2の鉄扉で、その向こうコンクリートだわ。あー、いや、わかんないわかんないわかんない。とりあえずでも、あとダイナマイトは3つ残ってるんで、あー、これでも気になるよね、この先ね。時間かかるわこれようやくじゃない。はい、あー、なんもなさそう。あのね、地面出てきたっていうか、岩が出てきた。これただ単純に隠し扉っていうよりは、あー、埋めただけかな。とりあえずこっちも残り2個ダイナマイト使っちゃいますか。おい、おお、来ましたね。よし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 、これでいけるんじゃない。どう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 、コンクリート塗ってるな。あー、そういうことか。まだだから拡張中って感じですね。外は何もないですね。これ多分一番真ん中が本丸で、あー、そっか、さっきのところか。はい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 、あとは上の部分ですね。何もない。あー、そういうことか。あー、じゃあ今もうまさに拡張中だったっていうわけか。あー、2階は2階で掘ってる最中で、はい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 。ということで今回のレイドはこのぐらいですかね。まあオンラインだったらいいっていうもんでもないですね。対策取られてログアウトされちゃうとなんともできないんで、まあオンラインはドキドキするんですけど、オフラインの方が確実に物資は持ってけるかなっていう印象でございました。ということで今回の動画はこのぐらいにしていきたいと思います。また次回の動画、次回のシリーズでお会いいたしましょう。お楽しみ様でした。